はい、おはようございます。今日はね、なんと大正にやってきてましてね、ここでございます。わかるかな。はい、ここでございます。これだけじゃわからんか。はい、水郷天皇陵でございます。水郷天皇陵言うとね、奈良県の柏原市やったかね、上山古墳が有名なんですけどね、ここから入っていけんね。この大きさでございます。70メーターぐらいあるんだね、豊富。ちょっと行ってみましょうか。40年ほど前かな、聞いた話によるとね、その頃二子塚古墳ってあるんやけどね、そっちの方が神霊じゃないかいうことで聞いたことあったんだけどね。ちょっと風がきついね。珍しいね、こんないっぱいね、花が落ちてますよ。珍しいね、いつも綺麗なのにね。まあ一時はちょっと違うんじゃないかとだいぶいろいろね言われたんだけどね、何年か前に一回調査した時にね、間違いなく石棺が2つ出てきたということで、こちらが間違いなかろうかと言われたんだけどね。さて真相はどうでしょうかね。ちょっとゴミが多いね、珍しくね。あっちの方ですね。もともとあっこじゃなかったと言われたんだけどね、あれ後でちょっと乗ってみましょうかね、どんな状況かね。この二子塚古墳かな、こちらの方が虫がなかろうということでね、そんな話よく聞いたんだけどね。それでね、40年前はあんまり大きくなかったんだけど、これが今から5、6年前かな、何十年ぶりかに来た時にね、ものすごい桜の花が咲いてましたね。そういう時にね、撮影したかったんだけどね、それで石棺なんか見られたんですよ。去年たまたま水郷天皇陵来た時にね、萩山になってましたから、びっくりしましてね、これ来たんですよ、見にね。であまりにもひどかったんですけど、あれ5、60本あるやつをね、桜の木で全部切られましてね、でどういうことかいっぺん聞かないかいうことで、大将行っていろいろ聞いたんですよ。整備士就職するようなことをね言ってたんやけどね、何年言うたかな、24年言うたかな。これが水郷天皇陵やけど、天皇の言うこと暴走やけどね、もともと当時わしが聞いたのはね、こっちだと、間違いないこっちだと、こっちが間違いなかろう言うてね、何人からも聞いたんだけどね。あれ全然住んでないかね、これ。これが2年後にちゃんとなんのかね、これ。24年言われたけどね。で、整備するね、図面とか見せてもらったんだけど、桜の木もなんか植えるようなこと言ってたけどね。で、駐車場も整備して、公園にしますね、って。全然住んでないかね、これ。石なんか見れるのかな、入れるの、まだ。あ、入れんのや。何にも変わってないがね、これ。ただシートかけただけやがね。あそこ見れるね。この石残ってるけど、これ。あ、これ石ちゃうか。これ桜の木ですわ。短い線道で、石碑作られたということやけどね、もう全部壊れてしまってね。で、石棺とか見れんのかな、これ。あら、石棺見れんのだ。お、石棺見れる見れる。おお、大きな石棺入ってんだよ。これやっぱ7世紀かな、かなり大きな石使ってくれてんね。うわ、下入られんかね、これ。下は入られんか、入られんな。おお、しかし、あれがないんだけど。長茎が見当たらへんねんけど。
ああ、こっちから見えんか。反対行ってみるか。はい。ああ、石棺見れたね。石棺入ってました。はい、ちょっと石棺見ましょう。あら、洞窟だよ、あれ。洞窟の跡があるのかね。大きな天井石に乗ってるんやけどね。投稿されましたか。投稿は投稿されましたね。ナオクケが 見当たらないな。ナオクケがあっちの方があるのかね。わあ、こんなんやもん。ナオクケもともと桜の木と思いますけどね。桜の木が上をね、覆ってますからね。水光天皇陵でね、横は約200メートル離れまして、二子塚湖、もともと優先よればこちらの方がね、水光天皇武田皇子の豪僧じゃないかと2つ捕まってますからね、言われたんですけどね。本当に迷惑でございます。しかし今はね、調査の結果によるとね、石棺が2つも出てきたみたいな、向こうで間違いなかった話だけど、こちらも石棺入ってますね。大正の管轄、大正の管轄なんでね、ちょっと緩いんやけど、宮内庁なんかも全然入られんからね。二子塚古墳、はい、北側の高さどうやら15メートルぐらいあるかね。もっとあるか、20メートルぐらいあるね。15メートルのもんか。もう見てくださいよ、これ全部桜の木でしたけどね、全部切られて。こちらは石棺見られないかね。こっちは見えんかね。見えんな。もともとどうやったかな。これ石棺張ったかな。これ前来た時上上がったんだけど、前来た時はね、これ工事やる気あんのかね。全く工事の跡がないんやけど、シートもかけてあるけど、あっこがなんか開口してんね。あれちょっとあそこ開口して、あっこどこ行けないかね、これ。いやー、またやぶなってるね、これ。いややな、このやぶは。まだ奈良よりも少ないよ、蛇は。奈良は蛇だらけやもんね。そうありますね、奈良行ったら蛇に。今日は大師匠でございます。せっかく見れるのかね、ここ。あら。何も見えんのかよ。石棺があるかと思ってきたんだけど、回ってきたんだけどね、何もなかったかい。あらあら、何もないな。この広さですかね。こうずっとね、これ感じするらしいけどね。だからあの辺の道を通ってるとね、こう桜の花がね、あれ何やったかね、あれは南川地グリーンロードやったかね。グリーンロードを走ってるとね、こう桜いっぱい咲いてたんやけどね、全部切られてますわ。何本あったかな。5、60本あったんちゃうかな。ないな。あー、もう風がすごいからはい、撤退しましょう。まあ、ダメです。風に吹かれてダメでございました。もうね、塚の上はもうすごい風が吹き回っとるんでね、何にも、ただシートを張ってるだけですわ。大将の二子塚古墳でございました。はい、ありがとうございます。
で反対側にね、200メートルぐらい離れたところにね、水湖天の寮があるんですね。あっち行きますね。ありがとうございました。